隣なんですね。薬屋さんもあるんですね。ああ、来るの来るのにとったのはアゼナって呼ぶらしいです。アゼナ、アゼか。アゼって読み方あったんだ。やべえ。わかんなー。日本の漢字難しいね。難しいね。そうや、ここら辺は高架なんですよね。甲賀市と同じ忍者でいうとね、伊賀忍者のあの甲賀忍者のあの甲賀と、あの全く同じで甲賀っていう読み方も全く同じ、市の名前とね読み方が違うんですよね。不思議な感じですね。位置的にはね、甲賀があってね、甲賀があって伊賀がねこちら側にあって、で伊勢があって、その先の島のところに、効果があるっていうね、不思議な感じですけど、どうか言い終わりがあるんでしょうかね。そういえば、そういえばありますよね。この辺り小公園がいろいろあるんですね。さあ、そろそろ尾形に向かっていく道があるはずだけど、まあ、パールロードかな。このままずっと行きゃ、この前とったね、アゴアリーナのあたりには行けるはずですからね。夢で左折する。ここ左折、あ、そう、ここ左折した方がいい。まあでもさっきのね、あの実は木のところと比べると全然まだまだ大丈夫ですね。あそこはまだ田畑区域なんだ。まあまあ見にくいですからね。ルート的にはこっちに合ってたんだ。これで、しかしこれまた変則ですね。踏切用の信号が手前にあって、奥が交差点用なんですね。本当に踏切から先のスペースが全然ないですもんね。踏切のタイミングとあれですね、交差点のタイミングが絶妙に合わんと。あ、出た、横山展望台、これでいいんだ。よし。なるほど。なんやかんやで、うまいこと、これ取ったんですね。うちにしてはうまいこと言ったな。でここから2キロ、まあ車で2キロだったら、あ、なんとか日の明るいうちに行けそうだ、よかった。ああ。交差点があるのね。わかりにくいな。
まあまああるだけありがたいですよね。これでもう展望台の方に行けるみたいですけど、まあ当たり前だけど、また展望台に向かおうなんて人は本当に全然いないですね。帰ってくる人は結構いますけどね。で、展望台は右折となってますね。なんとこれ横山ビジターセンター、これまた新しい、あ、要は観光施設か。おお、よかった、満車になってたらよかったよ。まあもう入るみたいな。15キロセット、ちなみに分かりにくいかもしれませんけど、ものすっごい上りですからね。やーべー、なんでこの上り、超急。あんな警備員さんが出るぐらいあれなんですね、やっぱし人気のところなんですね。ではこれ、ここは比較的あそこから近いところやったけど、おお、案外あっさり越えたな。案外この時間から来るって言ってたの。案外待っててびっくりした。あれ結構人気じゃないですか。あらら、ここは無料なのかな。警備員さんも出とるし、あれ有料駐車場なのかなと思ったけど、ありがたいですね。よし、じゃあ早速ちょっと横山展望台見ていきましょう。よし。